皆さんこんにちは。お、このド派手なマーキングは。今回のマラソンイベント、皆さんいかがだったでしょうか？なかなか見た目以外はまともな機体っぽいのが来たな。いや逆です。まともっぽいのは見た目だけで中身はとんでもない代物です。マジか、この派手派手でか。まあ、それは少し置いておいて。この P40 シリーズもアメリカの試作機型、E 型。このフライングタイガース仕様の C 型。ソ連対応のわけわからない M 型に続いてのファミリーなわけですが。試作型は置いておいて、武装の弱い C 型までがトマホーク。武装強化して 12.7 ミリ6丁になった E 型までがキテホーク。え？それ以降はウォーホークと呼ばれます。え、これ N 型だけど？ちっちっち、そこら辺は大丈夫。イギリス空軍は後期型もずっとキテホークと呼び続けたので。ということは、この機体はイギリス空軍の分を回されたということですね。あ、イギリスはもうこれよりいい機体が回り始めたから。それ以上は言わぬがよろし。ちなみに、キャノピーがパッツンとプレハブの窓みたいになったのは N2 型以降。それまでは、E 型と変わらないし、何が変わったかというと、ダイエット詐欺ってだけなんで、性能もほぼ変わりません。旧型が出たらティアナナかな？ P51 っぽいあれ、かっこいいですよね。今回実装された、複座型のようなキャノピー。やはりアメリカ人も後方視界が気になったようですね。どやって感じだもんな、思い切ったというか投げやりというか。同じ P40 でも結構形が違うのが面白いですね。最新型の方がスマートそう。というわけで、大きなターニングポイントになりそうなこの機体に乗ってみましょう。あれ？塗装。最近ゴールドを戦車につぎ込んじゃって、戦車と共通ゴールドだもんな。シャークマウスだけはなんとか初乗りでもつけれました。P40 と言ったらこれがないとね。そういや、出る前に気になること言ったよね。ターニングポイントがどうとかって。自分も手に入れるまでは、どうせ劣化なんでしょ？ソ連マルチのロケを爆弾に変えただけみたいな。って思ってて、ろくにスペック見てなかったんですけどね。まあ今までの行き先からするとそれだけの期待って思うわね。特に中華版はやや劣化されて実装されるのが常だったので、C 型なんてスリー機の劣化版だもんな、ド S じゃないと買わないよね。ところがこの機体、スペック自体は戦闘機のスリー機とほぼ全く同じなんですよ。え？これマルチだよね？マルチといえば。適正高度が低高度っていうのが今までの機体でしたが、これは同じ1600メートル。マジか、それで爆弾も詰めちゃうって。スリー戦闘機に爆弾積んじゃったのが本気ってことです。後でミスでしたって調整入らないよね。入ってもおかしくないです。これ、今までのちょこっと性能が無双してるとかそういうんじゃなくて、別種類の登場ってことですからね。それだと、戦闘機の上位互換のマルチロール機爆弾ってこと？歴史的な瞬間ですな。まあ、全く差異がないわけではなくて。え、ああそうだよねびっくりした。拡張スロットの配置だけ違うっす。エンジン系一つだったのが一つになり、武装系に回されました。マルチですからね。いや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 、それだけ？それだけ。つまり、速度性能が上げにくい代わりに武装は強化できる P40 戦闘機プラス爆弾なわけですよ。なんじゃそりゃ。具体的には爆装時の速度が590キロ外して610キロ。しかも旋回仕様にしなければ一応本家と同等まで上げられます。自分はティアゴなら590キロでも十分なので爆装にしてみました。この程度の地上目標なら2発で落とせるので1気分落とさなくてもよくなる。リロードは ?120 秒。爆速じゃないの。本当に何考えて出したんだか。そんで、どういう調整がいいかって話なんですけど、速度特化にすると、オリジナルには火力では勝るけど旋回線では太刀打ちできず。その代わり、爆撃機迎撃は楽になるんだけど、結局オリジナルに補足されちゃう。オリジナルはエンジン系スロット2つだもんな。それで、旋回特化型にすると高度のペナルティなしでオリジナルと対等に渡り合えて、ガス圧駆動で武装を強化すると威力が2割増しになるので、初見殺しになる可能性が高いですね。そんなマルチって、悪夢だな。一応オリジナルはエンジン出力強化分があるので有利じゃないかとは思うんですけどね。ここまで聞くとソ連機とか 2B とか涙目って気がするけど、実際その通りでしょうな。海で言ったらドレッドノート爆弾って感じ。ティア6にすればまだ良かったかもな。それでもこの高度性能は類を見ないですからね。で、実際乗った感じはどうなのよ？乗り心地はオリジナルが上。あら。追撃時の加速とか突っ込みとかそこら辺はやっぱオリジナルが良い。爆撃機とか銃戦とかを追いかけて処するときはそんな感じですけれども。でも他のマルチと比べたら。次元が違いますな。だよね。おおよそ弱点がなく、対地の支援もできちゃう究極の戦闘マシーン、それがこの。キテちゃん。ウォーホークにしとけばよかったのに。とにかくただの経験値ボックスだったマルチロールが化けた。舐めて変わってきたら返り討ちにされちゃうよな。強化度合いやスキルの発動タイミングによっては、メッサーにも対抗できるし、旋回 E だけの紙装甲機体にはオリジナル以上の強化力で瞬殺。ヘッドオン、ダメ絶対。高高度に釣り上げたらまともな旋回戦でも有利になると、あんた、本当にマルチロール機なんですよね。経験値ボックスが強力な戦闘機に置き換わるのはチーム的には、すごいアドバンテージになると思いますね。機体的にはメッサーとか上には上がいるか。
銃戦最強って言っても銃戦の範疇ではの話。こっちは種族を超えちゃってるので、例えば、これの正体を組んで参戦しちゃったら、とんでもないバランスブレーカーになるな。今の銃戦の横槍も、普通のマルチならアップアップなところを襲撃されちゃうと、アボーンなわけですけど、この高度でマルチロールに反撃されちゃう銃戦って悲しすぎるね。本当にね。今後この手の機体が増えるのかな？次はヤーボのメッサーとか、なぜか海軍はマルチなアメリカのグラマンとか、シデンとかあたりもこんな感じで実装されちゃうかもですね。今まで出てたのはどうするんだろうかね。マルチに大型バフでもくればいいけど、今までの行いからすると、放置か。かな。シーファングなんとかしてください。魂の叫び。まあとにかく戦闘機とマルチの垣根がほぼなくなった機体の誕生で今後どうなるかですね。だな。爆装外して爆撃機のインターセプト能力高めても良いですし、火力20パー増しで処理能力はアップだもんな。ちなみに前も言いましたが外国の機体は、英語版の域を読むとより詳しく書いてあって、アフリカ戦線で戦闘爆撃機として使われたこいつに付けられたあだ名が、B40 キケボンバー、ジョットック、女子プロレスの選手の名前みたい。あと、マーリンエンジンを積んだ L 型とかは330機も作られた模様。実装されたらティアロックかな？スーパーキケってあだ名でもついてましたかね？初見殺し以外の何者でもないなそれ。太平洋戦線では地味な本気も結構歴史ありますね。旧型まであるくらいだもんな。あとこれヨーロッパ枠で出してくれないですかね？フランスとか、なんで？捕獲した本気を帝国陸軍50全体で使ってるんで、日本国籍に変えたらそれの再現できるんじゃないかなって。いいなそれ。現状だとキルマークが密召機なので忍びない。と言いつつマスタング系型にキルマーク量産してループ主。昔映画でバンバン壊れててもったいないって思ってたんだけど、トラトラトラな。レプリカって域に書いてあったんで安心しましたよ。すっごいよくできてたもんなあれ。長門の艦長も本物かと思いましたよ。これのモブがやられたシーンは交換組が見えて、あれ？そこまで古い機体だっけ？って子供心に思ったものです。どんな子供？通過今爆撃目標を誤ったよね？いやん。しかし、本気の実力をもってしては、防衛隊など外周一色。往復出たね。ランバート勲章ゲット。わはは、今まで経験値ボックスとか抜かしてた奴らに目に物を言わせてやるわ。それあんたや。この機体を P40 に増加パーツをまとったフルアーマーガンダムとかアーマードバルキリーと見るか、高高度性能がティア7並みのマルチロールと見るか、今後の評価が見物だな。ちなみに今回は初乗りですが、すでに小判でスペシャル化と各パーツは470以上に強化済みなんで、すでに最強版か。パイロットスキルだけは航空力学つけただけですけど、後で旋回つけたら旋回性能は79に上がりました。配線量、育てたら何のスキルつけるつもり？エンジン強化とか弾性とかでメッサー対策かな。メッサーだけは逃げられないし勝てないもんな。同じつかりつかりにチューンしてるやつにはね。うは、尾翼飛んだ。あ。いやもう本当にね。なんか使えるマルチロールってないんかいなって。宣伝とかメッサー TL とかくらいかなって思ってたのが、ついにマルチの時代が来たって感じですわ。エース御用達になるおかん。比較的穏健だったなティアゴにもついにって感じですかね。押村くはインパクトが足りないかな。XP46 とか。ってこれ 7.7mm 8丁メインだから微妙。12.7mm 2丁もおまけでついてるからハリケーンよりマシ。そういえばさ、うん。イベント用の機体は出るけど普通の課金機もツリー機も相当な期間出てないですよね。今、キッズって聞こえた気がす。やばい、冷戦ヘッドオンで仕留め損ねた。速度出しすぎかな？ギリヘッドオン勝負に持ち込めそう。前回アシスト使わんでヘッドオンに持ち込めたのね。エース。というわけで、今回の新機体のキティボンバーちゃんはいかがだったでしょうか？個人的には相当なバランスブレーカーだと思います。パイロットスキル育てたら相当油断できなくなりそうだね。まあ、何度も言うように経験値ボックスが有用な機体に化けた時点で勝利の天秤傾いてる気がしますね。今後出てくる機体の傾向も注目ですな。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回も見ていってくださいね。基地に帰還せよ。